we like to invite you to see the lab in person, but unfortunately that is not possible at this time. So today we'd like you to show you the lab tour using the Virtual SNS cluster. Now let's start the tour. 皆さんこんにちは。はじめまして、えー。私たちのバーチャル研究室へようこそ。えー、本日、えー、見学を担当します石川浩平といいます、えー。ぜひ気軽にコンコンと呼んでください。それじゃあついてきてください。 どうですかなかなかかっこいい研究室じゃないですか私たちが今いるこの場所は、えー、CTEX と呼ばれています。これは SILFE Transformative Electronics Commons の略で、まあ、要するにこの SILFE という研究グループに所属する人たちが、えー、たくさん集まっている場所ということです。そしてこの SILFE という研究グループなんですが、えー、これは、えー、未来 エレククトロニクス集積研究センターという名前です。えー、つまり、えー、この研究センターは、えー、私たちの未来を変える材料やデバイスの研究を進めているグループです。私も、えー、この研究グループに所属していて、えー、そこの、えー、宇治原研究室という研究室に所属しています。えー、こちらが、えー、研究室のボスの、えー、宇治原先生です。 でこちらがこのシーテックスでいろいろと議論をしている学生さんたちの様子です。まあ普段私たちはこのシーテックスにまあ教室を置いていて、またこの4階には実験室もあります。そしてこのシルフェではどういった研究が進められているかというと、例えばガリウムナイトライドこれは最近ノーベル賞を取ったことでも皆さん覚えているんじゃないかなと思いますが、まあこの材料をまあメインに 研究を進めています、えー、ここシーテックスの1階には天野ギャラリーがあります2014年にノーベル物理学賞赤崎勇博士中村修二博士とともに受賞した天野博士教授の功績を検証するコーナーやシルフェのミッションステートメント情熱を増幅させ伝えるをモチーフにした壁画などが展示されています、えー、さらに、えー、チッカーアルミニウムという 非常に熱伝導率の高い材料だったりあるいは SIC と呼ばれる半導体材料カーボンナノチューブのような先進材料をいろいろと研究していますさらにそれだけではなくこの材料を実際に作ったり活用したりする時に必要となるシミュレーションの研究室をしている研究室もあったり あるいはそれを具体的にデバイスに応用することを研究している研究室も入っていたりします。このようにシルフェには材料だけでなくそれを具体的に応用するデバイスまで幅広い研究をするグループが集まっています。そしてこの中でも私たち宇治原研究室ではこのチッカアルミニウムと炭化ケイ素の研究、これを作る研究をしています。今回は この SIC という物質について簡単に説明していこうかなと思います。まずこの SIC というものが何かということについて説明しようと思います。これはその名前の通り、シリコンとカーボンが1対1で結合したものになります。具体的にはこういった構造を持っています。 まあ他にもいろんな構造の多形と呼ばれるいろんな構造があるんですがこれはその一例ですねこの青い原子がシリコンで茶色い原子が炭素カーボンですまあこういったものを作る研究を私たちはしているんですがこれができると何が嬉しいかどういうところに使われるかについてこれは電車や電気自動車あるいはエアコンなどに使われます というのもこの SIC というのは DCAC コンバーター、インバーターつまり電気を直流から交流に変換するそういったものに使われます。そしてこの SIC を使うと今使われているデバイスと比べて非常に効率よく電力を変換することができるということが知られています。そのため省エネなどに非常に役立つ材料です。 そして私たちの研究室ではこの SIC という結晶をできるだけきれいに高品質なものを作る研究を進めていますそのための成長方法として溶液成長法というのを私たちの研究室ではやっていますこれはこのシリコンを溶かした有液の中にカーボンを溶かし込んで温度の低い場所で SIC ととして結晶化させるという方法ですこの方法を使うと原子の並びの乱れ、血管が非常に少ない結晶が作ることができるということが知られています。そして私たちは今、この結晶を実用化に向けていろいろと研究を進めているところです。それではこの下。 の階に私たちの実験室があってそこに SIC の成長路が置いてあるので実際にそれを見に行ってみましょうそれでは今から下の研究室まで行きますので皆さんついてきてください こちらが私たちの実験室ですね。まずこちらが作業室になっています。こちらで作った結晶を切り出したりとか、あるいはその観察のための前処理、研磨だったりということをする部屋になっています。そしてこちらが先ほど皆さんに写真をお見せした。 結晶成長炉になります本当はリアルであればこのままこの炉を使って皆さんにどのように作るかを説明するんですが今回はバーチャルなのでバーチャルならではのやり方で皆さんに結晶成長の方法を説明していきたいと思います。それでは行きましょう はい、皆さんどうですか。これが先ほどの結晶成長炉です。炉が大きくなったのではなく、私たちが小さくなりました。これからこの炉の中に入っていって、その中でどのように結晶が作られていくのかを見せていきたいと思います。それでは炉の蓋を開けましょう。 それでは中に入っていきましょうえ皆さんこちらが結晶成長炉の中になります これからこの結晶成長炉の中にあるものをついて説明をしていきます。まずこの真ん中にある黒いもの、これはカーボンのルツボです。この中にシリコンの有液が入ります。そしてこの外側にあるものがコイルです。ここから与えられる高周波の出力によって中のるツボが温められます。そしてこの上にあるついている緑色のもの。 これは SIC の種結晶ですここの部分が低い温度になってどんどん結晶が成長していきますそして一番上についているこれこれはロットと呼ばれるものでこの SIC の結晶を保持するための部材です、えー、皆さん見ていただくと分かるようにまだこのるつぼの中にはシリコンが入っていません なので、これからどんどん入れていきましょうこれがシリコンですちょっと入れすぎたかなまあ多分大丈夫でしょうシリコンをるつぼの中に入れたので次は炉を温めます だんだん暖かくなってきました今炉の中は、えー、だいたい1 8 0から二千度ぐらいの温度になっています少し眩しいのでサングラスをかけます、えー、今るつぼの中に入れたシリコンはすべて溶けて、えー、有益になりました これで準備は完了です。あとはこの上についているシリコンのシリコンカーバイロの種結晶を下に下ろしていって結晶を成長させます。ここで気をつけないといけないのが。 種結晶を下に下ろすときはゆっくり行うことです急いで行うと種結晶が下に落ちてしまってすべてが台無しになってしまいますこれで今 SIC の結晶成長がスタートしていますこのまま数時間から十数時間待って結晶が成長するのを待ちましょう はいそれでは結晶成長が終わりましたそれではできた SIC の結晶を見てみましょうこちらですどうですかなかなかきれいにできたんじゃないですかこの下の緑色の部分が種結晶で上のキラキラしている部分が成長した結晶です私たちはこのような方法で高品質な SIC の結晶を溶液成長で I hope you enjoyed the tour. In addition to the laboratory we presented, there are many other laboratories where students work hard day and night on their research. We hope that you will join us as a student at Nagoya University and enjoy your time here in the near future.